街を作ろう。エンタメポップカルチャーが満載。超スポーツ三昧。超教育が用意されている。そんなテックポップで、超スポで超教育の街。超暇社会のビジネスがギュッと集積している場所。それをあちこちに作ってつなげたい。そのキックスタートがポップテックトックシップ構想です。 東京港区をデジタル技術とコンテンツの拠点とする計画、コンテンツイノベーションプログラム、コンテンツや IT 産業の集積をする国家戦略特区を作るプロジェクト、浜松町の駅から海に向かったベイエリア竹芝、20ヘクタールあるんですけれどもね、そこの真ん中に新しい街を作ります。2020年の秋に町開きしました。 僕が代表を務めるシップ協議会が母体となって推進しています。通信、放送、音楽、アニメ、ゲームなど約60の企業団体が参加をしています。電波ト区クとしてロボット向けに電波を発射する世界初の IoT 放送局ができないか。著作権ト区クとしてここでしか見られないアーカイブを作りたい。ガンダム を動かしたい。等身大のガンダムを動かすプロジェクトがシップとは別で今進んでるんですけどもね、ガンダム、動くと銃器扱いを受けるそうでして、方向指示器つけるなどの規制を受けるんですよ。右曲がりますなんてガンダムに言わせるのは可哀想じゃないですか。彼が自由に動けるガンダムトックにしたい。学校も集めます。IU はサテライトを置きます。慶応義塾大学、KMD は一部移転をします。NPO、キャンバス、 にもそこを拠点としてもらいましてすでに毎週ワークショップが開かれています子どもから大学院まで教育の壁を壊す超教育の拠点としたい、うん、デジタル庁からはここをデジタル庁の支部にしたいと相談を受けていますテクノロジーにエンタメも融合させるシリコンバレーとハリウッドがぎゅっと詰まったような存在になりたい、えー、さらに食フェスもあってコスプレもいる緩くて面白くてみんなが集う 東京にしかできない街にしたい。研究、教育からビジネスまで一気通貫で行える場所です。東京のベイエリア。知ってますか東京には海があるんですよ。ワシントン DC、ロンドン、パリ、ベルリン、ローマ、オタワ、他の G7 は首都に海がありません。北京にもモスクワにもありません。国連の常任理事国に首都、海がないですね。 なのに、東京は海を持つ。海を活かしましょう。で、ここ、竹芝はきっかけに過ぎないんです。渋谷、池袋、羽田、品川など同じような開発構想が東京の中だけでもたくさんあります。札幌、京都、大阪、神戸、福岡、那覇。日本全国に似たような話も動いてます。全部つなぐ。点を線に、面にしていきたい。ポップテックレッドを作りたい。 新しい街を設計してみませんかどんな街ができると面白いですか新しい街で何をしたいですか ?21 世紀の出島君たちがいて僕がいる